ヤーキブニングヤクンテと申しますぞ。今回も前回に引き続きウルガモスイヤーキでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは古代のウルガモス、進化前のウルガモス、現代のウルガモス、未来のウルガモス、そしてウルガモスと同じく太陽ポケモンのキマワリとエフィでランクマッチに潜っていきますぞ。では試合まで勝った以外アリエン、対戦相手が見つかりましたな。響きし対戦よろしくお願いしますぞ。お相手のパーティーはどう、ヘイラッシャー、デカヌちゃん、カイリュウミ、キュータロパルト。では響きし対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、お相手の人はドラパルト、デミハ、壁張り、何でもござれ。こちらのドクガで打ち合うのはあまり良くないかもしれないが、どうしたものですかな。今一つ、サイコキネスで確認が取れればいいんですが、ここは壁張り読みで一回サイコキネスで打ちましょう。流星群、耐えりがやりえない、火力が足りておりませんぞ。脱出パックは持っている。さあ、お相手こちらが何をすると読んで誰を出すのか。正直ここは脱出してくれるのが一番良かったというのがこちらの正直な感想ですな。そして銅が来てくれるのは一番いいんですな。最高メシスズドン、確定2発ですぞ。急所美味しいですな。まあ、それはそれ、結局確認に変わりないでしょう。ボモル、あ、ヘドロで確定数ずらそうということで、さて、お相手3回目はミッキュドラファルトの相手を別にしたいわけでもないので、ミミッキュ山割りが頑張ってくれないといけないんですな。スジナマイコ、山割り耐えますかな。とりあえず首だけへし折りますぞ。最高フレッシスズドン、せーの、折れましたな。では網打ち、先制技のせいでスペースがどうたらこうたらならばきっとなんとかなるはず。任せましたぞ、ニコニコ笑う山割り。リーフストームがやりえない、捨ててやるんですぞ。影打ち、耐えりがやりえない、了解し、リーフストーム撃破があり、素晴らしい火力ですな。特攻が下がって起点もいいとこですが、脱出ドラパルトに積み技なんてないでしょう。さあ、あとはこのドラパルトをタコ殴りにするだけですな。もう HP がありませんがな、一応ロジカル社員を選んではおきますな。ですな。さあ、特防は実はまあまああったりしちゃうわけなんですな。了解しですぞ、ロジカル社員輝きますな。これがサンフラワーたるゆえん、よく削ってくれましたな。これなら安心してシャドボで倒せますな。一応の交代弓が入ってきましたが、それはどうでもいいんですぞ。全てを持っていくのはヤーフィの仕事ですな。さあ、でっかいヤヒの出動とともにいろいろ鳴っておりますが、やってやりますぞ。ロジカル社員を覚えているのは一体だけではない、いきますぞ。おっと、相手もテラスする。さすがにフィアリが無効化されることはないので、おかしか、ドン、うお、でかいじゃん、でかいよこのハト、これだけ削れていれば大丈夫でしょう。なり喜び出す、見ていただきたいという予想、シャドウを耐えます。ここを飛ばにしてシャドウを耐えますね。では開始、テラストリッチロジカル社員導きますな。スドン、撃破やり、
くやってくれましたぞ。レーンは響き死体戦艦士ガヤリア。謎の間がありますがエラスタルがスッと消えますな。対戦相手が見つかりましたな。ユトシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはトリトドンドコドン、バンギラス、ヒートロトム、ジバコイル、マリルリ、鉄の輪だち。ではユトシ対戦よろしくお願いしますぞ。ウルガモスヤーティ最終戦ですな。相手の人では鉄の輪だちいきましたな。点が来ると思っておりましたぞ。でっかいヤルガモス焼き払ってやるんですな。助けでないことはたった今確定しましたな。上がるのは A。 ではヤマヒトガヤリン、いきなりテラスル。さてこいつはドラゴンとかいろいろ見かけますが何ですかな。ドン、ゴー。ここは別に問題はないですか。当該にはなっておりますが、高速スピンクルクルー。とりあえず S を操作して話はそれからということですかな。では、ヤマヒトが大炸裂ズドン、一撃ガヤリ。素晴らしい火力ですな。録画にだって負けてないんですぞ。さあ、お次は誰ですかな。特攻2段階加工を忘れてはいけない。このままだと有利対面でもうまいこと試合が運ばないこともありますので、そこは当然意識が必要。置いて番組はいるんですかなと言い始めたら言いましたな。ここは普通に交代でいいでしょう。わざわざ居座るメリットがない。ヤオハを羽に交代ガヤリン。さあ普通に岩技ですかな。ステロもまあ岩技ですが、カモン止め半減ですな。急所でもない。とんでも火力ですな。ではここトンボ返りがやりやさあ、お相手にテラスタルはありませんが交代はありますので、取りましたな。ズドン、素晴らしい負担ですぞ。素であんな火力をしていたんですが、とりあえず弱砲は分かりましたので、ナースタイの対応を考えると、ここは山割りに行ってもらいましょう。ニコニコ笑う山割り。できないんですな。まあ、こうなるんですが、こうなるんですが、じゃないんですな。では、再び羽に行ってもらいましょう。やる気はありませんが、活躍は、ありますな、トンボ返りがやり。機会がありえない。やりましたな。さあ、お相手のラストは誰なのか。こちらが先にガモスを出すことにはなるんですが、この体力だと正直トドンぐらいしか相手できないんですよな。羽はマリルリもジェットガールでしょうし、ガールだ。ステロをまかれてないんで、ガモスはまだまだ元気ですぞ。マリルリ行きましたな。こやつが来たからには当然草照らしたらやっていきましょう。やはり貴殿のテーマは貴殿が締めるべきなんですな。いきますぞ。はい、おかしか。うお、でかいでかいじゃでかいよ。これ鼻大きすぎよ。あいきなりドラゴン出すのやめていただきたいと言うそう。ギガドレ打ちます。ここギガドレイン打ちますね。チュルチュー、素晴らしい負担ですな。そして万全の体勢でお相手のアクアブレイクを受けて立ちますな。帰りがやりえない。防御は下がりましたが、別にジェットで飛ばなければなんだっていいんですか。さあ、バンギの砂が残っておりますが、そんなことは関係ない。ギガトリンがやりえない。お相手最後それにかけるしかありませんな。ではお返し、ギガトリン、チュルチュルー。で、ガーリア。
最後に急所でやる気を見せましたな。これがヤルガモスの生きる道。レーンは湯と大自然に関してガイア花がすっと消えますな。ここまでご視聴感謝ガイアリエン。というわけで今回は山ありの紹介をしますな。テラスタイプは地面。これは毒タイプにやり返すためのテラス地面となっておりますな。で、達人の帯で後輩に弱点をついていきますぞ。ボールはもちろんネストボール。色合いが合いますからな。で、技構成はタイプ1リーフストーン。テラスタル1ヘドロ爆弾。そして草タイプでは若干珍しい大地の力とマジカルシャインを覚えておりますな。で、特性3パワーは別に自分から発動させることはありませんな。で、努力値は HC。攻撃の個体値はもちろん0を粘っておりますぞ。そしてこやつは何よりもニコニコ笑っておりますな。というわけで、ここまでご視聴感謝ありがとうございました。